はい、今回はベトナムでもですね、最近入国緩和されまして、たくさんの出張者とか旅行者がハノイ・ホーチミンに来るようになって、今回はですね、ハノイ・ホーチミンだけでは足りない方、ベトナムの旅行スポットを紹介したいと思います。で、僕もですね、結構たくさんのとこ旅行してるんですけど、大体男性だけで行くことが多いので、今回はちょっと彼女と行くならここいいんじゃないっていう目線で紹介したいと思います。いい、ね、女性と行きたいベトナム旅行、1つ目、ハロン湾です。ハロン湾はですね、ハノイからだいたい2時間から3時間ぐらいかかるところでありまして、ハノイからだいたい車で行けるような場所です。多分ハノイに来るなら一番行きやすいとか、一番有名なところなので、ぜひハノイに来る方は行ってほしいんですけど、これなぜおすすめかっていうと、ハロン湾はですね、すごい雰囲気、景観も良くて、彼女ともし行くならハロン湾で泊まれるやつがあるんですよ。船の上で泊まれるやつとかある。そう、そうで、これがね、例えば男性だけで行って船の上泊まってもさ、なんか虚しいじゃん。まあね、そうだから、これは本当にぜひ女性と行ってほしいです。泊まったことはありません。でもぜひ彼女と行ってみたいなって思ったスポットです。なんか写真とか見ると結構おしゃれというか、綺麗な客室も多いから、結構ロマンチックな感じでいいと思う。デートスポットで言うと、ハロンにもサンワールドがあるんで、そうだね、例えば一泊そのハローまで泊まった後、次の日ちょっと遊びたいなとか、なんかはしゃぎたいなと思ったら、サンワールドで行って、ジェットコースター乗ったりとか、いろんなアトラクションあるんで、そこで1日過ごせばもう十分満喫できると思います。でもう一個ね、夜ね、動画で紹介したんですけど、ビーチバーがあって、なかなかハノイとかホーチミンって海とかあんまビーチないから、ハロー湾のそのビーチバーとかだと、砂浜とかもあって結構広いんですよね。そこでなんかお酒飲むのもちょっと違う雰囲気だったりして、ぜひカップルで行ってほしいです。2つ目は、ニンビンですけど、ハノイから、こちらもですね、2時間ぐらいで車で行ける、ところになります。川とかを下りながら、岩とかすごいなんか景観を見れるっていうようなツアーがあって、そこもその、男性だけで行って見るっていうよりは、女性と言って見るっていうのは僕は面白いんじゃないのかなと思います。そのニンビン、さっき紹介したハロン湾とかは、一泊とかがおすすめだけど、ニンビンだと日帰りツアーとか結構あるから。あ、確かに確かに。ボートのツアーはだいたい3時ぐらいから行ったんですよ。ということは、朝ちょっと9時ぐらいに、ハノイ出ても、12時ぐらい着いてご飯ちょっと食べて、それでツアーやって、全然帰ってきても、夜そんなに遅くならないぐらいで日帰りで行けるって感じですね。ちょっと時間ない方、ちょっとでもどっか行きたいっていう方は、ニンビンでそういうツアーとか行って面白いかなと思います。はい、3つ目、皆さんご存知の通り、チューブのダナンになります。ダナン、例えばさ、ホーチミンとかハノイに出張とか旅行で来ても、ちょっと僕はダナンにぜひ行ってほしいんですよね。おすすめの理由としても、ハノイからホーチミンからでも、飛行機結構早いですし、なんといっても空港から市内までめっちゃ近いから、車でニンビンとか、ハロン何時間とそんなに変わんなかったりするよね。確かに、なんだかんだトータルで。ダナンも多分さ、10分ぐらいで空港行けるじゃん。もちろん飛行機ちょっと待ったりとかするけど、乗ってる時間多分2時間ぐらい。ダナンのやっぱ魅力は、山あるし、川あるし、海あるし、リゾートホテルあるし、でもちょっと値段を抑えた綺麗なホテルもあるし、もう全ての層に対応できる。で、なおかつホイアン、これホイアンはさ、もうこれ彼女と行ってほしいですよね。そうだね、皆さん、ここはデートだよね、やっぱ。で、ホイアンはさ、なんか昼から楽しむっていうよりは、夕方ぐらいからランタン見たり、ちょっと川もあるじゃないですか。川でボート乗ってランタン見たりみたいな、めっちゃその雰囲気を楽しむところだから、
これもぜひその男だけじゃなくて女性とぜひ行ったらすごい盛り上がるところかなと思います。もう一個さ、例えばさ、リゾートホテル泊まってさ、もう部屋でゆっくりとかさ、まあプライベートビーチでゆっくりとか、プールでゆっくりとか、ちょっとお酒飲みながらとか、それもさ、なかなか男性だけで2人でホテルずっといてもみたいなあるじゃないですか、ただそれをカップルとかで行くとまたすごいいいんじゃないかなって思います。すごい、俺行ったことあるかのように喋れてる全て行ってみたいなっていう妄想の上で今喋ってますから、ね、妄想がね、すごすぎてね、多分ね、あのね、体験した人よりね、イメージがね、膨らんでるんだよね、多分。やばい。いや、ここ来たらこう、彼女ともし来てたらこういうことできるんだろうな、みたいな。あと、ダナンもさ、ルーフトップバーみたいな結構あるよね。そうだね。まあ、有名な外資系も。めっちゃいいよね、雰囲気。そこはね、男で行くのもおすすめですけど、ぜひ女性と行ってください。じゃあ、4つ目、ミヤちゃんです。ミヤちゃん、ミヤちゃん、はい、ミヤちゃん、ミヤちゃんはですね、僕、今年に入ってかな、2回行ってるんですよね。おー、結構行ってんね。てかね、初めてミヤちゃん行ったのが今年で、もうすでに多分確か2回行ってて、ビーチがあって、なおかつ新しく結構できたそのビンパールランドがあって、こちらはすごいおすすめです。でビンパールランドは、まあ、にゃちゃんのところからなんか船で大体行くんですよね。で、まあ、船もちょっと、まあ、アトラクションの一つとして楽しめますし、ビンパールランドに着いてからもプールとか、まあ、ビーチとかもあるんで、カップルで行くにはとおすすめなところかなと思います。もし男性だけで行くんだったら、まあ、ビンパルランドのアトラクションとかはあるけど、カップルで行くならアトラクションプラスプールとかビーチの方で、ビンパルランドでもあれ泊まれるみたいなんですよ。ホテルあるね。そうそう、ホテルあるからそこでなんか一泊するのもいいんじゃないかなと思います。例えばビンパルランドで、まあ、1日目はプールとか入って2日目アトラクションで遊ぶとか、ビンパールランドはもう全ての層に多分対応してるので、まあ、ファミリーで行くのもいいし、カップルで行くのもいいし、まあ、男性だけで行くのも、まあ、全ての方が多分楽しめるような場所になってました。で、僕2回ともちょっと泥温泉行ってないんですけど、にゃちゃんには泥温泉があって、泥温泉ってさ、カップルで楽しめるんですか？いや、僕その混浴とかでなんか一緒に楽しめるんだったら、ぜひにゃちゃん行ったら、あの泥温泉行ってみたいなって思ってました。ぜひ行った方コメント欄で教えていただけると幸いです。にゃちゃんのおすすめは、あのクラフトビールのお店が確かビーチのすごい近くにあって、そこすごい雰囲気おしゃれだったんですよね。ビールすごい美味しい、プラスなんかプールとかもあって、でプライベートビーチ、まあ、プライベートビーチじゃないな、ビーチもあってすごい雰囲気も良かったんで、ぜひそこはあのカップルで行ってほしいですね。でちなみにあのカジノもあるんで、僕行きますね。カップルで行くかを相談してください。はい、じゃあ今回おすすめスポットとして紹介したのはハロン、ニンビン、ダナン、ニャちゃん、この4つです。でこちら紹介したのはですね、もちろん男性だけでも楽しめるんですが、ぜひちょっと女性で行ってみたら面白いんじゃないかなっていうところを紹介してみました。ぜひですね、日本から、ハノイ、ホーチミン旅行する際はこちらのところまでぜひ行っていただけると面白いと思います。本日はありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローもぜひお願いします。バイバイ。Bye.